身長ビヨン医師学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊でね、身長に関すること配信していきたいと思います。身長で伸ばした人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日お話しさせていただくね、体質性低身長に対する成長ホルモン治療の有効性と安全性についてということでお話しさせてください。今日もですね、当然ですけども論文をベースに解説させていただきたいと思います。準備よろしいでしょうか。今回の内容もですね、当然ですけど皆さんにですね、注射で打ちなさいとかそういったことをお伝えするものではなくて、そういった治療があるんだよってところで、ね、紹介にとどまりますので、その点も十分にご注意ください。それですね、今日のね、紹介させていただく論文ですね。Efficacy and Safety Result of Long-Term Growth Hormone Treatment of Idiopathic Short Stature。 Idiopathic Short Stature ね、聞き慣れない単語かもしれません。特発性の低身長、そういった意味になります。特発性、すごくわかりにくいんですけど、医学用語でして、病気じゃない、もしくは特定の病気を特定できない、そういった時に Idiopathic っていう単語が使われます。一般的な言い方をすれば、体質性っていう表現が私は適切なんじゃないかなというふうに思います。しばし個性、そんな風に表現されるかもしれません。そういったですね、病気じゃないんだけども身長は低い子、成長ホルモンを投与してみたんだけど長期的に見て安全だったかどうかを私は調べました。そんな論文ですね。どんな方が書いてるか見ていきましょう。2005年に発表された論文で、 The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism、 アメリカです。アーカンサス大学の病院のステファン先生が記載してくださった論文になります。この論文の特徴といいますと、 47,226 人の患者さんがですね、論文で考察されているということで、非常に多くの患者さんがいらっしゃったのがここからわかります。 National Cooperative Growth Study NCGS っていうね、スタディがあるそうですけど、そこから患者さんたちを取り出してきて調べた。7年間も最大に治療した人たちをピックアップしたんですよっていうところになりますので、非常に参考になる論文だと思います。ということで結果の方を見ていきたいと思います。結論から言うと、いろんなねタイプを見たんだけども、それぞれすごくね身長伸びたよっていうところになります。具体的数字は後でお伝えしていきたいと思います。またですね、安全性に関しても NCGS、 ISS 集団において警報を鳴らすようなことがあったわけではないですよということで、全体としてみると安全で有効性もあったという論文になってきます。具体的にどういった内容かね、詳しく見ていきたいと思います。テーブル1っていう、ね、表を見ていきましょう。こちらの方はね、コホート1が2520人、コホート2が283人、コホート3が940人ということで、調べる対象者が少しずつ変わってるわけですけども、それぞれ平均年齢が 10.5 歳、 3.7 歳、 13.8 歳だったそうです。その下の部分ですね、性別ですけども、男性が 75%、 女性が 25% ということで、全体として見てみると平均年齢は 10.9 歳、男性の方が多くて女性の方が少ないデータになってきます。一般的に身長のことですね、相談に来る方のですね、比率としては男性の方が多いですし、年齢としても 10.9 歳、悩んだ末に治療開始した、そういったの時期になってくるのかなというふうに思います。もっとですね、早い時期から治療される方が効果としては高いのかなというふうに思いますけども、このデータに関してはこういったデータだったというところになります。どういった結果が出たかは少しここから見ていきましょう。テーブル3、こちらの方が結果になりますので見ていきましょう。縦軸の方が治療した年数、横軸が治療した年数で、その中に書いてある数字が SD っていう評価になってきます。 SD というのは0が平均で、プラス 1SD だったらその分だけ身長が高いよ、 2SD だったらすごく身長が高いよ、そんなようなデータになるんですね。先ほど低身長と表現させていただきましたけども、低身長はマイナス 2SD 以下、男性であれば160センチ以下、女性であれば147センチ以下をマイナス 2SD 以下という表現するけども、そういうふうにですね、身長 SD というような形で評価することができます。そういった形で数字が書かれているわけになります。左から1234567ということで、1年治療した人が2520人、2年治療した人が2056人、3年治療した人が1576人、4年治療した人が1138人、5年治療した人が775人、6年治療した人が487人、7年治療した人が303人というような形になってきます。当然なんですけど、1年から2年、2年か3年とだんだん人が少なくなってくるというのは、その間にですね、治療終了されたとか、年齢的に難しくなったりだとか、何かしらの理由で離脱したとか、研究所を終えなくなったとか、そういった形でだんだん人数が減っていくような形になります。最初の1年間見てみると、マイナス 2.9 からマイナス 2.4、 これどういう意味かっていうと、マイナス 2.9SD だった子がマイナス 2.4SD まで 0.5SD 改善したよってところになります。同様にして2年目、3年目というふうに表を見ていくわけですね。7年目、こういったところを見ていきましょう。最初の1年間がマイナス 3.0SD からマイナス 2.3SD ということで、 0.7SD も改善したそうですね。そして次の年、マイナス 2.3 からマイナス 2.0 ということで 0.3SD、 その次も 0.3SD、 そして 0.2SD、 0.1SD、 0.1SD というような形になります。つまり最初の1年間は 0.7SD で最も治療効果が高かった、そういったことでここから分かる形になります。そして最初の3年ぐらい比較的効果が高いのかな、ただし4年目以降はだん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 治療効果が落ちてって、7年目は 0.1SD しか改善しなかった。逆の表現を使うと、7年後も治療効果があった、ちゃんと 0.1SD で改善したよ、そういう風に捉えることもできると思います。どれくらい 0.7SD が大きいのかって説明していくと、171センチぐらいの子が174センチとか175センチぐらいですね。なので相手プラス4センチぐらいの改善率を認めたっていうようなデータになっています。2年間治療した場合だと、それをですね、総合するわけですね、 0.7 ずつ 0.3 で 1SD ぐらい改善したという表現になるので、この資料から算出するには、2年間治療すると171センチぐらいの子がだいたい178センチぐらいになった、それぐらいの幅間の治療効果ですね、センチにすると7センチとか、そういったような数字でしょうか。3年間やると171だったのが180ぐらいになるということで、9センチぐらいの改善ってところ
ところで非常に、ね、強い改善が認められたというのが分かります。最後の年だと 0.1dC というところ、1センチ程度改善したかしてないか、それぐらいの数時間というところになってきます。要するにここから分かることとしては、最初の1年間は最も治療効果が高い、そして7年目も治療効果がある、ただし治療効果というのはだんだん減弱していくよというデータになってきます。それで最後にですけども、安全性について見ていきたいと思います。テーブルの方、こちらがですね、安全性について議論したような内容になります。モータリティの死んでしまったというですね、ニューマリガード悪性腫瘍があったかとか、自殺した割合とかも書いてありますね。あとは転換発作が2種類書いてあって、最後糖尿病というような形になってきます。エクスペクティッドナンバーです、真ん中のところですね。どんな集団を取ってもある程度の人は病気になれるわけですけども、そういったって書いてあって、実測されたのがオブザーブドナンバーで、左に書いてある形になります。その差がどうだったかってところが右側に書いてあるんです。統計学を使用して妥当性が高いのか低いのか、多く出過ぎているのか、全然問題がないのかっていうのを検討したような形になります。こうやって見てみると、死亡率に関しては 9.3 人ぐらいが死ぬ可能性があったというふうな記載があると思うんですけど、実際に死んだのは2人ということで、むしろ少なかったっていうデータになります。他のデータもこうやって見ていくと、基本的にはね、有意差があるような内容ではなくて、偶然的に多かったもしくは少なかったっていうところがあり得るかなっていうところで、このデータからはオーバーオールザバックグラウンドレートアナリシスディドナットリビールアシグニフィカントリーインクリスインシデントオブエニーオブジアドバースイベントカテゴリーズオブモータリティインザ NCGS アイスポピュレーションアズコンペアドウィズザエチネルポピュレーション、一般的な人たちと今回見た特化性低身長の子たちと特に差がなかったよって説明になってきます。ということでね、今回もね、論文について説明していきましたけど、いかがだったでしょうか。今後もですね、全身全霊で、ね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はね、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバイ。